今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。隊長でございます、はい、それとエニアグラムタイプ2の本能のサブタイプ編、抱きしめたい抱きしめたくなる、うん、このタイプ2の本能のサブタイプ、もともとこの、まあちょっとおさらい的に、うんうん、まあ、いつものようにこのエニアグラム実践編からなんですけども、このタイプ2というのが、この本からいくとですね、まあ、子供時代に、まあ、自分のニーズよりも人のニーズを優先しなければ私が愛されるためにと思ってしまった、感じてしまったっていうこのタイプ2、その愛してほしいがゆえにまず先に愛する、まあ、愛してもらうために愛する、ために人に人のためで自分のニーズを隠して人のためにっていう、そこが重要だと思ってる、はい、っていうこのタイプ2が、じゃあその自己保存的、自己保存的っていうのは、まあ、自分の快適さを優先するタイプなんですが、その人のためにっていうのと自分を優先っていうこのせめぎ合いがね、まあ、この自己保存的っていうのが、自らのその自己保存的本能を抑圧して人の面倒を見ることに集中するとっていうこのタイプなんで、その自分の無視、自分のニーズを無視して人のためにっていうことをやるので疲弊しちゃうんですね。で、まあ、私はこれだけ人のために自分を犠牲にしているっていう気持ちに陥りやすく、まあ、自分してあげたよねっていう人が私に、なんていうの、恩がある。もう要はこの人は愛されたいから愛してるわけで、はい、愛しても愛されないとストレスが溜まってくる、はい、そうなんで自己犠牲を払ったっていうプライドがあるので、うん、ちょっと尊大になりますと、うん、まあ、これはちょっとその何でしょう、まあ、健全度が下がっていくと、うん、なんでこのやってあげたよねっていう恩返しを恩返しを求めてちょっと攻撃的になる、うん、あでもそれは抑えなきゃっていうので、うん、その食べたりっていうことでこの自己保存的な欲求をカバーするっていうタイプのようです、うん、このタイプ2の自己保存的っていうのは、うん、こちらのいつも挙げます、エニアグラムでパートナー探しにはですね、まあ、タイプ2はこの他者のために自分の欲求を見失うっていうのはもともとあって、うんうん、それをサブタイプに応じてそれを対処するっていうことなので、まあ、自己保存的っていうのは自分のニーズを我慢して尽くすんですけども、これ批判したくて言ってるわけじゃなくて、これはもうあくまでも、まあ、で自分の価値を感じるのに他人の称賛とかね、承認っていうのはいらないんだよ本当は。ログインも承認欲しいですね。あ、まあ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 僕にも言ってますこれは。なんでタイプ2は、統合の方向がタイプ4、もともと私は特別なんだよっていうのがその統合の方向なので、これはいいところでもあるんですが、この健全度が下がってくるとちょっと尊大になったりっていうのが出てくるので、これはもう手放しましょうということですもんね。まあ、どのタイプもいいとこと悪いとこが一緒なんですよ、うん、はい。で、まあ、私どちらでこの融和っていうところで、うんうん、私タイプ6だと自分で思ってるんですけど、融和っていうところでちょっとその空気を読んだり、あとはその、まあ、どのタイプも多分承認を求めるっていうんでしょうか、 なんかそのこのフィーリングタイプは特に承認、まあ、そうですね、うん、人からどう思われるか、どう思われるかっていうのが、まあ、よく思われないと自分は生きてきてない、居場所がないと思ってるんで、はい、まあ、この人たちは愛、はい、愛されないと自分の居場所がないと思ってるから一生懸命愛を振りまく、はい、うん、っていうところなんで、なんで自分のニーズはどっちかっていうと置き去りなんですよね、うん、そうで、そう愛を振りまいてる、はい、ただその、まあ、ここにもあるようにこう無視されると
ストレスがどん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 溜まってくるね、はい、いろんなことしてくれるんですよ2の人は、はいはい、ご飯作ってきてくれたりとか、はいはい、僕の自分のことを我慢ですよね、そうそう、はい、自分のことを我慢してやってくれるんだけど、それをこう当たり前だと思ってしまうと、この人たちはすごいストレスに感じてる、でどんどん落ちていってしまうので、はい、まあこうまあ、自分の周りの人がタイプ2だったらありがとねって、そうですね、もうすごく助かってるよっていうのを声かけてあげるだけで、ちょっとこう自分がこう認められる、はい、自分の愛が認められたみたいなところですよね、はい、愛されてもいいんだ、愛されて、はい、愛されてるんだっていう、あ、そう、あ、なるほど、そうですね、愛してもらうために愛を振りまいて、で見返りがないと、こんなにやってるのにっていうタイプ8的な、タイプ8的な、はい、でそうなってくるとどん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 また与え出す、分かってくれない、分かってくれないって、分かってくれないって怒るとかっていうよりも、これじゃ足りないんだ、抱きしめたい、まだ私の愛が足りない、抱きしめたいも僕は分かってるんだよってっていうのを示してあげなければいけない、はい、あ、そうですね、そうそう、やってもらった人がね、周りの人は、はい、でこのタイプ2のセクシャル、性的、うん、これは対人的っていう書いてるところもあるんですけど、うん、この人たちは、親密さへの渇望と書いてあります、うん、っていうのは、セクシャル、性的、うん、対人的っていうのは人とか、うん、物事、うん、より強烈な何かを求めるっていうのがこの性的なんですけども、うんうん、これがとりわけ人に親密であるっていうことに中毒です、愛ですからね、はい、で魅力的な人に自分のことを大事に思ってほしい、うん、で思うためにその秘密を分かち合いたいとか、うん、相手のことは何でも知りたいっていう思いに駆られ、うん、なんでこれどっちかというと俺も自分じゃないんですよね、人に大事に思ってほしい、自分がどうしたいじゃなくて人に大事に思ってほしい、人にっていうことで、その相手の関心に興味を注ぐんです、自分の興味じゃなくて、多分セクシャルって2位に限らず、はい、こう密接につながりたいと思ってる、はい、で特にでこの人タイプ2のセクシャルが一番この人とつながりたいっていう思いが強いみたいです、うん、なのでその例えば全く興味のないことを、うん、隊長が例えば、キングダムっていう漫画が好きです、うんうん、ってなると、え、キングダムって何、キングダムって何、うん、っていう急にちょっと距離が近くなる、うん、で体調も好きなら、うん、あ、教えてあげるよってなるかもしれないんですけども、うんうん、そんなにこれは別に僕の趣味だから、うん、いいよってなった日には、うん、え、私のことを嫌いなの、うん、で多分余計にエスカレートしてくる、そう、相手が逃げるともっと近づけようと、好まれているかって不安が高まると追いかけ始める、うん、で不健全になると所有欲がどんどん強くなる、うんうん、っていうタイプのようです、うん、これはディスっているわけじゃなくて客観的に見て、いや、タイプ2の人は自分のニーズを別に優先してもいいんだよと、そう、タイプ4のように私は特別、でもここがニーズなんですよね、難しいなだからそっか、そう、距離を近づけたいんですこの人たち、もっと近づけたい、もっと近づけたい、あ、じゃあ客観的に見るだけでもいいです、うん、そう、客観的に見た方が、はい、そんなに近づいてたら相手逃げるかもしれない、そうですね、そうっていう、まあ、ちょっとおせっかいがこう入ってきてしまっているので、はいはい、ちょっと客観的にこの人たちはちょっと多分相手の気持ちにもちょっと立ってみましょうまあ客観的に見てどう思いますかっていうことですかね、はい、そうなんで一番魅惑的なタイプだと、要はへつらうって書いてありました、もう自分のニーズじゃなくて何がしてほしい、何がしてほしいっていう、この相手に気に入られたい、なるほど、からそのためにはそうやって相手のが求めることを全部してあげようみたいな、はい、多分発想になっていく、なんでこのエニアグラムのいつもの本には、目覚めの注意信号としてその、へつらうっていうのは気をつけましょうっていうのが出てます、へつらって相手を取り込もうとするっていうのがディスってるわけじゃありません、
まあ、でも全部ですよね。そう、来て今度はこのソーシャルは、うん、まあ、社会でっていうところなんですが、付き合いのある人たちみんなから好意を集めたいと思ってるのがこのタイプ2のソーシャル、うんうん、なんでその付き合いの予定がいつもいっぱいで、うん、この人も紹介するこの人も紹介するっていうその集まりを主催することを楽しむ、うん、若干ちょっとあのタイプ7っぽい、うん、もうみんなの中心が私みたいなタイプ、うん、なんでその付き合いの中心であることを望んでるのは、うん、その自分の価値は中心である、うん、でそれは見捨てられたくないっていう思いでもあるんですね、うん、そう、ま、で、うん、見捨てるわけじゃありませんでそのそれいらないいらないもう心配嫌われないか心配でちょっとタイプが出ちゃいますね、はい、不安なんですよ不安で自分自身の目標を、まあ、意思、うん、やっぱり人の目標、うんうん、人と尽くすっていうところなのでなのでその自分が成功しているとみなしている人のサポートとか、うんうん、重要な役なんでそういうサポートっていうことに、うん、なんていうの力点を置くというか、うん、自分じゃないんですね、まあ、そう人のサポートっていうところなんですよ、うん、それってなんかうんってちょっと思うんですね自分じゃないのってで僕は思っちゃうんですよ、まあ、でも6もそうじゃないですか責任、まあねまあまあ、うん、働くっていうのはありますよね人のために人のために、はい、確かに、うん、で人からよく思われるためにその成功した人の名前とか、うんうん、その身につけた知識を用いてちょっとそのアドバイスをする、うんうん、よく見られたいから、うんうん、っていうその何て言うんだろう共依存と書いてありました、うん、要は依存されたいがために、うん、依存する依存するいや依存そうですね、まあ、互いに依存、そうそう依存し合ってる、うん、っていう、うん、いや本来人はその人で価値があるっていう、うんっていうらしいじゃないですか僕にはちょっとその辺は、まあ、タイプ6にはあまり分かりにくいんですけどそれはまあそうそこが4ですよねはいはいはいそうそう、うん、そうで2の、うん統合の方向は4ですと、うん、で2は多分そっちがこうどんこうないというか欠落してるみたいなところなんで、はいはい、そっちに進んでいった方がうまく回ってる、はい、なんでこれはまず知ることでこれはもう自分が、うんまあ、好きでもなく嫌いでもなくもう埋め込まれてしまったプログラムですもんね、うんうん、こうやって動いてしまうのはもうしょうがないそれはしょうがないから、まあ、そうなった時にどうしましょうっていう、はい、客観的に見て、うん、あ自分そうだなっていう、うん、まず知ろうっていうのがエニアグラムですもんね、うん、自分を知ろうっていうのが自分を知ろう、はい、で、まあ、周りに2の人がいたらこう気をつけましょうこういうふうなことを考えてるのではいはい、はい、ちゃんとしてもらったらこう感謝を伝えましょうということですね、はい、そうしないとどん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 エスカレートしちゃう、はい、こう例えばこのセクシャルの人にちょっと鬱陶しいなと思ってパッてやると余計に来るからあそうですねどうコントロールするかっていうこの 8の8の、はい、でこの人はこう距離を置けば置くほどどん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 来るわけじゃないですか、はい、だったらこう距離を置かずにありがとねってこう大げさなぐらい感謝を示した方がきっちりしてこう距離を置いてくれたりはいはい、はい、するっていうことを知るとまあいろいろ分かりやすいです、はいはい、自分が前、タイプ1の、うんうん本能のサブタイプ、うんうんまあ、今回、タイプ2の本能のサブタイプやったんですけど、うん、これをやることで、うん、よりそのエニアグラムの、うん、何て言うんだろうちょっとした違い要はタイプ1だっての中にもステレオタイプ的な1じゃないんです、はい、1でもいろんなこうバリエーション6っぽい人がいたり8っぽい人がいたりっていう、うん、でそうウィングがまたウィングも絡んできてって話ですもんねっていうと、はい、こう単純に1はこういう人ではなくてっていう、うん、そこからこういろんな見え方をする場合もあるっていうなんでそのよくあのタイプには 7の人が勘違いしたりっていうのはやっぱりこの、うんソーシャルだと、うん、あいつも私人の中心で、うん、ってなるとあ私7なんだ、うん、って思うかもしれないですよね、まあ、社交的で楽観なんで、はい、あもう7っぽいですよね急に、うんはい、そうでもこのちょっと自分を間違えてしまうと、うん、統合の方向、うん、健全の方向っていうのが、うん、でやっぱり違うんですよね7の人とはそうですね、うん、ポッ
100は見えるけどやっぱり7の人とは違うっていう、違うっていう、はい、うん、7の人はすごい刺激を求めてたりするじゃないですか、人とのつながりで。あ、なるほど、もっとなんかそうですね、手に入るんじゃないか、はい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 、で2の人はどっちかというとこう中心でいろんな人にこう愛よっていうことですもんね、うん、はいはい、なのでその根本が違ったりするんで、こう見た目は一緒でも、うんうん、確かにやってることは一緒でも根本が違ったりするんで、でもなんかその、まあ、タイプ7って人気のタイプなので、うんうん、ここの一部分だけ捉えてしまうと、うん、あ7だ、そう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 、やった7みたいな僕だったら思うだろうなと思って、はい、そうだからこうあんまりこういうのを意識してタイプ判断別はしない方がやっぱりこう 3×3 じゃないか、この楽観誘惑、そうですね、はい、でこのフィーリングかどうかみたいなところを見ながら落とし込んでいった方が、はい、うん、こういうの見るとねそこに当てはめちゃう、そうですね、当てはめようと思って当てはめれたりするじゃないですか、はい、タイプ2でもこの辺とかありますよ、自分のニーズを無視して人のために疲弊する、あ、やらなきゃいけない私は人のために働かねばならないってならないとは思ってないけど、はい、人のなんだろう意見と対立するのは面倒くさいから受け入れたりするじゃないですか、自分のニーズを無視して人のために、あ、これは僕は別にタイプ6だと思ってるんですけど、うん、まあありますよ、ありますよね、だからそれタイプ9でも同じように、うん、争うのが嫌だから人の意見を受け入れるみたいなのはこれ当てはまるじゃないですか、なんでこれだけ見てこう当てはめようとすると結構当てはまるんですよ、うん、そうですね、うん、なのでこう基本はタイプ判別の基本はこの辺ですよね、はい、楽観なのか、はい、うん、問題が起こった時の態度と、うん、まあ、基本的な姿勢ですね、うんうん、はい、でそれをこう補強するぐらいの感じですよね、うん、あ、やっぱりこれかなって、そうですね、うん、ちょっとこのなんであの次はタイプ3の本能のサブタイプを紹介したいと思います、はい、ディスってるわけじゃない、もういい、これはもういい大丈夫です、はい、でございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録もどんどん伸びております、はいはい、よろしくお願いします、ありがとうございました、はい。